クワズイモ属アロカシアは、サトイモ科の植物の一群。イモ属に似た植物で、有毒ではあるが、食用とされるものもある。また、観葉植物として栽培されているものの多くある。多年生の草本。大部分は、常緑性だが、一部に休眠期間を持つ例がある。茎は、地下で休憩の芋を作るか、または、地表で棒状に伸びる。長い傭兵があって、その規模は、 鞘状になる。養親は若い時には縦状で成熟すると矢尻状となり、縁は滑らかか、う状に裂け、時に完全にう状に裂ける。大きさは数センチメートルの小さなものから2メートルを超えるエイロブスタのような例もある。花は溶液から生じる肉母果状。それを包む仏縁法は、その基部は長大円形の筒状で果状を包み、 先端の方は開いて、ボート状の玄武を形成し、この部分は、花後には、鞘部を残して脱落する。花序は円柱型で、その長さは、つとより、多少短い。その表面には、花が一面につき、すべて単性花である。その配置は一番基部に、多数の芽花、次に、仮有髄、その次に、多数の尾花があり、そこから上は先端まで。 仮有イが続く。天南小族などでは、家女の先端に花のつかない付属体という部分があるが、本属にはない。ただし、先端の仮有イのみを持つ不燃の部分を付属体とみなす考えがある。尾花には有イが3から8本あり、それらは互いに合着する。芽花には死髄が1つだけあり、脂肪は質数個の廃止を含む。果実は液化で。 普通は赤く熟する。熱帯アジアを中心に分布があり、約60種が知られる。その範囲は、西はスリランカ、北は日本、南はオーストラリアの熱帯から揚げた域にまで達するが、多くの種が生育するのは、ボルネオ島からニューギニアにかけての地域である。小型の種はタウリンの臨床に多く、大きくなる種は虹林や沼地、道路脇などにも進出する。 石灰岩地域のように特殊な条件に微生育する種も知られている。本属の典型的な生息地は、湿潤な低地の森林であり、標高1000メートル以上の地域や明るい環境、虹林などに進出する種はごく一部に限られる。日本には、クワズイモが四国南部以南に分布するのを含め、以下の3種が自生している。ただし口日のように2種については、 古い時代に持ち込まれたものとの推定もある。最もよく似ているのは、里芋属リクナである。形態的にはほぼ共通しており、違いとしては、本属では、雌花の脂肪において、内部に含まれる胚珠が少数であり、脂肪の底部につくのに対して、里芋属では、胚珠が多数あり、脂肪の壁につく。また、里芋属では、 傭兵が、傭親に対して縦状につく例が多いのに対し、本族ではより縁につく形が多い。また、里芋族では、家女の芽花のある部分に、不燃の花が混在するが、本族では、そのようなことはない。この二族は何度も混同されたことがあり、それらが互いに禁煙であることは疑うことのない、判断とされてきた。上記のように死亡内の廃臭の状態において区別。 されるのだが、これは、野外で同定する上では使い難い特徴ではある。果実に関しては、本属のものが鳥による種子散布に適応を示し、それに対して、里芋属の場合、色はさほど派手でなく、良い香りがして、種子は数多くあって粘液に混じっているなど、これらは哺乳類による種子散布への適応の典型である。分子系統的な検討では、 各 DNA についても葉緑体のそれについても本属と里芋属が禁煙であることは指示されている。野生種は有毒成分を含むので毒草であるが改良され食用となっている種もある。また干渉用に栽培されるものも多い。クワズ芋の毒成分は周酸カルシウムで植物体の中では針状の結晶となっている。現代日本でもこの種を含め 栽培されているものの根茎を調理し、食べて中毒を起こした例は複数報告されている。平成25年に東京で起きた事例では試しに食べたものが焼けるような舌の痛みと舌の痺れ等の症状を表した。販売されているインドクワズイモの会計同じトガの里イモ族はその根茎、つまり芋を食用とすることでよく知られるが、本族にも食用とされているものがある。 インドクワズイモエーマクロライザは地上系がデンプンを蓄え食用に利用できるが里芋よりは質が悪い。トンガ諸島では現在も食用として利用されている。この種はインドから太平洋諸島に広く分布しているがこれはかつては食用として広く栽培されていたものが他の芋より味が良くないために放棄されたものを元にしていると考えられている。また クワズイモ A オドラやシマクワズイモ A 級カラタも同様にして分布を広めたと考えられる。シマクワズイモはインドで食用とされる例がある。ちなみに、これらのかつて食用とされたらしいクワズイモの分布域は山のイモ類の大事をディスクオリア新たの栽培券とほぼ重なる。また、一見は里イモ族に見えるものでもネパールには 里芋そっくりでありながら葉緑体の DNA がインドクワズイモのものとほぼ等しいものが発見されている。また、マレーシアのハス芋は日本のものよりはるかに大きくなり、やはり葉緑体 DNA はインドクワズイモのものと非常に近かった。これらはインドクワズイモを母方とする雑種に由来するものと考えられる。芋を中心作物とする栽培文化は熱帯アジアから、 東アジア、それに太平洋に広く分布するが、それは当初は大事よと、インドクワズイモ、それに親芋モ利用系の里イモを中心とする形で、熱帯域に広がり、その後にこれから派生した長芋モと小芋モを利用する形の里イモを中心とするものが、東アジア温帯域に広がったと考えられるが、本属の複数種がこれらの発展にも深く関わっていることになる。 里芋類をまとめて呼ぶ名がタロイモであり、その中で最も重要なものは里芋である。本属の食用種もこの定義からすればタロイモとして扱える。ただし、この古称はポリネシアにおけるこの類の名であるタロに由来し、英語でこれらをそう呼ぶことになり、それが日本に持ち込まれたものである。その発祥の地では本属のものはタロとは呼ばないことが多いという。 インドクワズイモの英名はジャイアントタロであり、シマクワズイモはチャイニーズタロである。日本にも産するクワズイモも観葉植物として栽培されることがある。ただし、干渉的には大きな緑の葉であるだけで、それ以上の価値は認められない。熱帯域の小型種には、葉に模様があったり、金属光沢を持っていたりと、より干渉価値の高いものが多く知られ、 それらは総じて学名化内容みで、アローカシアと総称される。例えば、ボルネオさんのーロイは、和名を長幕和随もと呼び、矢尻型の葉は深緑で、朱脈と側脈が不入り状に白くなっており、裏面は赤紫を帯び、とても美しい。この種は1863年にイギリスの導入され、この属の観葉植物の代表格とされる。ーサンデリアナは、 この種に似て、葉の縁が、葉状に切れ込む。アマゾニカエーアメイザーニカもよく知られた品種で、この種とエーロエイの交配種であるとされる。フィリピンボルネオ産のエーキュープリアも、青銅色の光沢のある葉に、脈が肋骨状に浮き出て見え、評価が高い。インドクワズイモには、フイリ種が知られる。これらの種の多くは、森林性で、強い光がなくても生育するため、室内栽培が可能だが、 他方で、多くの湿度を要求するものが多く、その点では問題を抱える。AB アロカシア、G 段以下、主として、サタケホカ、P137 ハットボイス、P4 兵、P91 演芸植物大図鑑、P180 兵、P91 ロハイマーへ通る、P44 サタケホカ、P137 サタケホカ、 P137 園芸植物大図鑑、P180 ボイケヘップ、4、ノハイマーへ通る、P47、チモイホカ、へイ、P91 園芸植物大図鑑、P181 この子、主として掘った、P190 から192須藤、P440、ノハイマーへ通る、P44 園芸植物大図鑑、P181。ありがとうございます。